はい、どうも、エルです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。さあ、砂漠の処刑所の攻略ですね。あっちはまだ行けない感じなんで、とりあえずこっち側かな。相変わらず HP はピンチだけどね。なんかいろいろ見てって思ったのは、ここ中心空いてんのよね。なんで、ここ一回、もう死ぬ覚悟で挟まれてみよう。今のところ、可能性として、いけそうなのがそれぐらいなんだよね。やっぱ他のところはね、そうでもなかった。何もなかったから、ああ、意外と大丈夫。ってなると、撃てないか。じゃあこっちだね。よしよしよし、いけたいけた。いや、めっちゃ大変だったわ。なんか確かになんかへこんでんなーとは思ったけど、ちょっと待った。なんか見るからに、そうだな、やらしいのいるなシーンが全然見えない。もうずーっとリンクのお尻見てた。これ復活する系じゃない？水中爆弾。試しにちょっと見てみようか。やっぱ復活するね。ちゅうことは、おー、爆弾かー、かわいそうやな。ハート回復できないからね。チューチュー出てこないかな。あ、水中爆弾さらにか。15個最大。まあ、ギミック紹介的な感じか。おお、ヘビコ。嫌な感じだな。ちょっとセーブだけ。いや、ハート1なんだよな。で、思ったより油使わないっていう。そうなると。まあやっぱそうなるよね。そしたら。うわー、これミスったら何回もってパターンか。あー。え？どういうことこれ。
あー、まあ、そうですか。勘だね。勘なんだね。完璧だね。松明ちょっともったいないから消しといて。うわー、そういうやつか。危ない危ない危ない。ちょっと待った。どれ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 。あー、これ、あ、そっか、そっか。よこせよこせ、早くよこせ。はあ、なんかそんな囲まれそうな気はしたけど、そうだね、ライフ1でこれはきついね。はあ、まあ匂いは覚える必要なしと。これあれかな、ボス戦もひょっとしたらだよね。そうだよね、多分ボス戦も切り替えてやるような感じっぽいよね。さあ、三つ目。あと一個、地下なんだけど。いや、地下なんだけどさ。ここにどうやっていくかだよね。ちょっとまた探すか。だってここが、開くとしたでしょ。でさらに行って、わー、これちょっといろいろもう一回同じところ回ってくるか。単純に、うーん、なんだろうな。うん、うん、ちょっと待って、あ、待って待って、上、だってこれクロスショットじゃない、なにこれ。あー、これちょっと待って、回そう回そう回そう、そういうことか。全然わかんなかった、なんとなく。あー、やっぱそういうことね。はいはい、だからここに
反対か。上あったんだ。はあ。考えてるな。はい。うわ、すげえ。このギミック考えた人すごいわ。あれ？モーボス？そっか。先に。雑魚の島つわしといて。よし。多分、一発食らったら終わりだろうけど。行っちゃいましょう。早く青くなって、早く青くなって、はい、あと一発。攻撃する瞬間青くなるんだよね。よし、はい、ちょうだい。魂を手に入れたと。これで4つ。オッケー。さあ、集まったー。ここは、あれだね、隠し部屋っていうだけで、めちゃくちゃ大変だな。ああ、単純に楽しかったけど、ギミック的にはね、難しいね。さあ、全部揃ったぞ。でもあれだね、ハイラル処刑場っていうか、ハイラル処刑場じゃない、砂漠の処刑場になってるけど、ハイラルマークがあるってことは、ハイラル城公認だったってことだよね。まあ、封印の地という点でも、そっか、大事なところではあるのか。あー、ボス部屋の宝。ボス部屋の宝、ボス部屋の鍵の宝だね。歯車があって回せる。あー、向こう側にも行ける方法は何かしらある。あー、じゃあこっち進んでって感じか。そうだね、ぐるって回る感じだね、下をね。あまあ、もうちょい行こっか。ん？嫌だなー、この感じ。火がついてるところ、そうだね、こことりあえず進んでいって、左下？あ、左下だね。あ、で回すんだ。はい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 、そうだね、通れないからね。
小さな鍵ゲット。まあ、これで進めると。ちょっと下見てみようか。上にガンガン行ったけど、実は下回せるとか。あ、あった。普通にあったわ。あ、いや。一回奥回してるか。さあ、新しいところ。嫌な感じだな。トゲか。あぶね。あぶね。あぶね、あぶね。ちょっと投げて、投げて。それはいい。ちゅうことは、そうだよね。見えないから対処ができないんだよな、多分ね。はいはい。さあ、急ぎ急ぎ。これ多分戻る式じゃない。はあ、やられた。やっぱそっか、正面はさすがにか。この後、この後、ここら辺このね、さっき引けなくて。あー、やっぱリンクの方がいいのかな。オッケー、これでオッケー。あー、また新しいギミック。壁際通れないってだけか。開いたー。あー、また変なの来てるよ、虫。これこいつらすげえアリだよね、絶対ね。はいはいはい。あっちの壺は？あ、おばあちゃん、おばあちゃん。どうもおばあちゃん。ふう、やっと出られたわ。あら、お兄ちゃん、こないだの、また会えて嬉しいわ。せっかく再会できたんだから、また一緒に行きましょうよ。さあね、おばあちゃん、お久しぶり。一ダンジョンに一つおばあちゃんやね。ああ、また。うい。おい。あれは関係ないか。いやな感じやな。またスケルトンか。お、なんだ、これでいけばいいんじゃん。もう一発だ。
もう砕くんやね。骨ごと砕くんやね。あー、なるほど。ちょっと、ウルフリンクに変えて、センスは大丈夫。なんかミトドン反応したね。上行けるけどもって感じか。ダメ。あー、いけない。あー、飲まれた。一撃か。はー、マジか、一撃か。これ、ワンちゃんよりリンクだな。よし。あー、なるほど、ここが開くのか。あー、じゃあ別に戻るだけでよかったんだね。お願い、登って。よし。ほら。よし。あー、虫がいっぱいつく。いや、気持ち悪いな。気持ち悪い。単純に気持ち悪い。まあ、やっぱいけないからこっちか。中ボス戦だね。匂いがプンプンする。これ絶対狼ちゃんだよね。ほらほらほら、よし。で、次は姿が出て、リンクに変える。あ、できたできた。いいぞー。どこどこどこ、動きが早い。あー、ダメか。さっきの振ってる間だけだね。マジか。ちょっと待って、なんで振らない。あー、そういうことか。
出してないからか、さっきからが。ああ、ほい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 、大体3回説。あ、獣になる。逃げろはははは。待て待て、その武器にぶつかるのはあかんって。ほらほらほら、カメ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 。多分戻った、よし。武器出して。よし、ほい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 、しゃあ決まった。多分これ中ボスなんだろうな。達成感めちゃくちゃあるけどね。下手したら最初の面のボスより強いんじゃない？あの花のね。あれより断然強い気はするんだけど。さあ、何がもらえるかな？いや、意外と鍵だったりして。スピナーを手に入れた。地面から浮いて移動できる太古の乗り物。砂地の上や壁のレールを移動できる。乗っているときに YXR を押せば回転の波動で攻撃もできる。すげえ。ちゅうことは、レールの上。だから、このときは、そういうことね。いや、飛び出さなくていいんだけど。すげえ。マジでスピナーじゃん。一応攻撃もできるっていう感じだね。3で降りるは丸。はあ、だからあったんだね、中央に駒のてかギアのところがね。よし、じゃあ手に入れちゃったんで、まあ、今回ここまでにしよっか。で、次回はコマ回すところからね、やっていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。